予定後方は、七番、三番、五番といった三名です。さあ、そのラインが上がってきました。残り二周を切るところ。さあ、一番の吉岡も少し突っ張ってきましたが、それでも七番の船瀬に戦闘は変わっていきそう。え、そして、一番の吉岡、現在、二番手の内側、その外、三番の小林。さあ、並走のまま。三コーナー向かって打者を迎えます。七番の船瀬が先頭です。さあ、そして、二番手、内側に残ります。一番の吉岡。さあ、このまま競り合いとなっていくのか。 外は3番の小林ですそして3番手も並走4番の石山が打ち外が5番の平後方に6番2番といった体勢レーサー最終周回そうはまだ全体的にスローペース7番の船瀬が先頭さあ外を使って2番の茅野が短期でかわしていきました最終バックステッチさあ2番の茅野が逃げるそして 3写真ほども空きまして7番の船瀬が2番手を追っていく展開6番の赤松が3番手に入っています1番の吉岡が現在4番手苦しくなった直線へ帰ってきますさあ2番の茅野が先頭この場所7番の船瀬が追い込んできましてゴール前わずかにかわしていますか